カーブ上沢さんの話ですとどちらかといえばスロースターターというこの工藤。そうですね、はい、ということができますか。ワンスリーフェイクということになりますと森監督にとっては一番嫌なケースということになりますが、思い切ってインサイド、いい手を焼いてますよね。うんと少しこう締まった状態で、バットの先がもう少し立ってましたよね、はい、さあ池山です。ただしここと外へ減った、狙ったホームランじゃない、自然に入ったんです、これでなんとかすっきりできそうということを言っておりました。1球がインコースのストレート空振り、そしてまたインコースへ放らしてるんですね、そうです。さすがにキャッチャー出身の森監督、キャッチャーに厳しいコメントです。さあインサイドの球、2から6つ目インサイド打ち上げました、セカンドかセンターかライトか